ポップティーン TV。 5秒前。ついに運命の日がやってきました。ポップティーン専属モデルを目指すメンバーにとって大きな試練の時。今夜この14人の中から4人がポップセンを去ることになります。でもそういうことに期待がすになります。もっとこう変えたらどう変わるんだろうっていういろいろ見てみたいなと思ったこれになりました。なかなか結果を出せずもがいていたこと、テストとの両立で大変だったこと、私たち編集部は全部知っています。それでもここまで弱音を吐かず真剣に向き合ってくれた全員を誇りに思います。坂井編集長ありがとうございました。さあいよいよ時間となりました。第1位、夢ポテ。これをまたゴールにしないでこれをスタートにして、また専属を勝ち取るためにこれから一生懸命頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございます。第2位は、レアパピー。1位という壁はまだあります。あるけど結果につながったことがすごく嬉しいです。第3位は、バイクマン。本当は専属モデルになることなので
生き残ったのはアリポーン。ここまでに一緒にみんなと戦ってくれてありがとう。本当にお疲れ様でした。今日発表されたリツイート戦争などの結果は一旦すべてリセットされます。それではメンバー全員で応援してくれるファンの皆さんにご挨拶、せーの、バイバーイ。脱落しちゃった4人がもうすぐ退場しちゃって全然声をかける暇がなかったんですけど、早く4人がいるところに行ってとにかく抱きしめてあげたいです。で、残ったみんなにもなんで脱落があるのかそういう意味を考えて噛み締めて頑張っていってほしいなと思います。ゴールではないので頑張りますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様。ありがとうございます。本当に嬉しいです。最下位だったけど次は1名です。収録前テストだったんですけど、もうテストもずっと集中できてなくて、ずっと今日のこと考えてて、朝からもうずっともう目前の今日のことばっかり考えて、もう朝起きてからずっと緊張してました。自分はすごい残れたことは嬉しいけど、やっぱその脱落した4人がいるっていうのもちゃんと心に留めて、私もその国の中でも思い出に総選挙で上に行って残れてて全員出させてもらえてるので、絶対1位取ります。はい、4人の気持ちとか票を無駄にしないようにその分もっともっと頑張ろうと思います。全然ちょっとありがとう。全然なかったよ。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタン、コメント、おすすめ動画よろしくお願いします。次の動画も見てね。